皆さんこんにちは、大地です。皆さんの新年の抱負を SNS なんかで見てて、あれやりたい、これやりたいとか、こんな1年にします、もう素晴らしいしね。であともう一個、これプロセスイメージって呼んでるんですけど、これこれみたいに進むとか、こんな感じで進みますをね、書いてる人もいて、そういうのもいいなと思いますよね。で、虎年だから虎みたいに進みますとかね、そういうんでいいんですよ。なんかイメージ湧くじゃない、なんかこう虎みたいにっていうとさね、よし、じゃあ虎みたいに過ごすって、この1ヶ月何やるんだろうとかね、誰と会うんだろうとかさ、どんな風に関わるんだろうとか、その虎みたいをじゃあ現実に何をするんだろう、何をしないんだろうとかね、どこに行くんだろうとかって、こういう風に転換させていけばいいわけですよね。だからぜひコーチの皆さんはクライアントさんにね、なんか今年は何みたいに進んでいくって、ものじゃなくてもいいですよ、誰、人間でもね、で歴史上の人物でも、それからなんかね、アスリートとかアーティストとかね、まあ映画だの小説だのに出てくるね、作中人物でもいいんですよ。なんかお気に入りのとか気になる、なんかピンとくるね、この人みたいにとかね。でそれをね、決めたらね、調べてみると面白いんでね。だから虎もさ、虎の生態とか調べてみるとさ、案外面白くてさ、虎ってまずすごいいろんなところに住めるよね。湿地帯に住んでるのもあればね、そのサバンナみたいにもっと乾いてるところに住んでるのもあれば、山の中住んでるね、結構標高高いところに住んでるところもあるでしょ。だからいろんなところに住めるんだよね、適応できてさ。で案外泳ぐのだって得意みたいだしね。で基本単独行動ね、で単独で、で狩りをする。であんまりめっちゃ速く走ったりはしないらしいね。うろ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 こう歩きながらさ、で獲物がいると、で近くにね、こう潜んで隠れて、でだからなんかこの茂みに隠れるようにさ、こう縦にね島が入ってるらしいよね。でじっとチャンスを狙って、で大物をこう倒しに行く。そんなに狩りは上手じゃないらしいね。襲っても10回とか20回に1回ぐらいしかね、こう狩れないらしいんだけど、でもそういうやり方なんだよね。でまあでも比較的大きい、ワニなんか取ったりするね、虎もいるらしいんだけど、まあ比較的大きい獲物を取ってね、でまあ何日間か食べていくみたいなさ、でそういうのをね、こう少し知ってみた上でさ、でじゃあなんか虎みたいにするってどういうことなんだろうとかさ、でどんな虎として自分が生きていくんだろうとかって、こうまたいろいろ思ってみるとね、それが脳をこう刺激してくれるっていうことなんですよね。だからなんかね、人間だったらね、その人に関して調べてみるとかね、でいろんなエピソードに触れてみるってしたらいいし、でそういうことをすることで何か自分のね、行動の仕方っていうのに対してなんか着想が生まれるんじゃないかなということです。ぜひ何々のようにというね、ものをこうイメージしながらね、また新たな着想を得てみるのはいかがでしょうかというお話でした。それではまた。